ってさ、ちょっと聞きたいんだけどさ、障害者ってかわいそうだと思う？ちょっとわかんないです。コース内容はディープキス、フィンガーサービス、全身リップ、フェラチオ、シックスナイン、ローションプレーとなります。障害者専門の派遣型風俗店って同業者ほとんどいないんだよ。だからこれは市場独占できるなって。障害者の俺とあなたはどっちがかわいそうなのかなと思って。兄は3週間前に亡くなりました。帰ってください。気持ち悪い。私どもの方でシャワー済ませてあります。僕は勃起しないし射精もしない。僕の体のこと全然理解しようとしないから。指名されないと思ったか。随分探したよ。何分新人なのでお手柔らかに。母さんが勝手にあなたを呼んだんです。俺と友達になってくれないか。お前、肩が好きなのか。何してんの。成功なんてしなくていいんじゃない。生きてく理由を何か見つけられたらそれで十分じゃない。それで思い出したんだけどさ、今度さ、車椅子のカーセックスとしてみない？